サミットのグルービン、106センチ今季モデルですね。サミットには珍しい色使いではあるんですけども、非常にかっこいいですよね。これだいぶゲレンデで目立つと思います。はい。で、スペックなんですけど、まあ、長さ106センチになります。145ミリ、105ミリの135ミリになっています。ディップが 15% が、ロッカーで、テールが 5% のロッカーで、80% がキャンバーになっています。はい。ソールがですね、まあ、今あるですね、スキーボードのメーカーの中では、まあ、サミットだけが、この PTEX4000 っていうシンタードベース使ってます。素材と作りがちょっと群を抜いてます。はい。しかもですね、これ、ダイカットなんですよ。手間、コスト、だいぶかかる、作りになってます。ターンの時に、こう、板を立てた時にですね、雪面にこの色が映るんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですよ。はい。あと特徴としましては、ここまでキャップ構造なんですよ。ここまでキャップ構造で、ここからサイドウォールがあって、またここからキャップになってます。サミット独自の CS 構造っていうキャップ&サイドウォールですね。CS 構造っていう技術を使ってます。これのいいところは、どうしても、ティップとテールってあのねじれ、トーションですね。ねじれが生じやすいんですけども、キャップ構造にすることによって、トーションをだいぶ、コントロールしてます。はい。無駄なねじれを抑制してます。で、センター部分をサイドウォールにすることで、今度はこちらフレックスをですね、最大限に活かすようになってますね。ねじれが生じやすい、ティップとテールをキャップ構造にすることによって、トーションをコントロールしてます。で、もう一個利点があって、このティップとテールってどうしても、こう当たりやすいんですね、エッジが。そうすると、傷がつきやすいんですけども、このあたりっていうのは。キャップって意外と傷がつきにくいんですよ。サイドウォールの部分って、こう、エッジが当たってしまうと、結構ここのトップシートが欠けたりするんですけども、キャップ構造だと、そんなにグラフィックに影響が出ないので、そういった利点もあります。106センチですけども、ロッカー形状なので、取り回しが楽。ターンを開始すると、そのロッカー部分のエッジも有効になってきますので、今度は、その106センチを活かした、安定したターンになってきます。なおかつ、CS 構造ですので、トーション、無駄な振動とかも抑えていきますので、ターンにキレが生まれてくると思います。非常に楽しみですね。まずは組み立てないとですね。はい。じゃあ滑っていきましょう。もう本当に手にしてから何の手入れもしてないので、ワックスはもちろんやってないんですけど、エッジのダリングもしてないですね。まあロッカー形状ですので、ティップとテールのサイド側のエッジのダリングはいらないと思うんですけど、本当の先端部分、ティップとテールの先端部分のダリングはしといた方が怪我とかしなくていいんですよね。サミットは、出荷の段階で、ワクシングはもちろんしてるんですけど、エッジもですね、ベースの部分をマイナス1度、で、サイド部分を89度に仕上げて、あれ、88度だったかな?ちょっと後で調べますけど、88度だったかな?もう、バッチリですね。いや、エッジグリップがえげつないな。いや、すごい、すごい。いや、曲がり出した時の安定感が、ちょっと群を抜いてますね、他のスキーボードと。やっぱりこうターン導入のタイミングでは、ロッカー形状ですので、ちょっと倒しやすいんですよ。ですけど、こうちゃんと倒してエッジングが始まった途端に、ノーズテールのグリップが始まるので、いや、これは、素晴らしいかもしれない。あ、でですね、もう板の暴れが、ほとんどない。すごい。これ CS 構造の賜物ですね。この長さでこの安定感はやばいですね。いや、すごいぞ、これは。
106センチと思えないですね、この安定感ね。いや、すごいすごい。いや、これやばい。本当、特に何の手入れもなく、ただ、下ろしてそのまま滑って、そのまま履いてこれですからね。よっ。イエイ。というわけで、グルービン106センチサミットですね、紹介してきました。もしですね、サミットの板まだ乗ったことないって方がいらっしゃるんでしたら、ぜひ一度ですね乗ってみてもらいたいですね。ちょっとここまでなゴージャスな板っていうのは他のメーカーさん出してないと思います。ぜひですね一度サミットの板試してみてください。106センチがちょっと長いっていう場合はですね、スケートというモデルも出てます。こちらは96センチになるんですけど、似たようにですね、ティップ側が 15% ロッカー、テール側が 5% ロッカーの 80% キャンバー、同じ形状になってます。板幅とかちょっと変わってきたりするんですけども、ちょっと短めがいいなっていう場合はそのスケート96っていうのもおすすめですね。あと逆にもう少し長くて安定した方がいい場合はインバーティゴ、こちらがですね118センチになってます。こちら118ですので、まあ開放ビンディングですね、こちらをつけていただいた方がいいと思います。ぜひそちらもですね、チェックしてみてください。すべてのモデルはスキーボードショップの方で取り扱ってますので、リンクは概要欄に貼っておきます。あと私のインプレッションなんかも載ってますので、ぜひですね、一読いただければと思います。スキーボードショップは国内で唯一、海外モデル取り扱ってます。サミットをはじめ、レベル8、あとスプルースですねなんかも取り扱ってますので、一度ホームページ覗いてみてください。というわけでもうちょっと滑ってから帰ろうと思います。ありがとうございました。Tell me what you want.